マザーリ・シャリーフ、マザーリ・シャリーフ、ダリー語、メイザー、イー・シャリーフは、アフガニスタン北部のバルフ州にある都市、州都であり、アフガニスタンにおける大都市の一つである。幹線道路によって、南東にカーブル、西にヘラーと、北にウズベキスタンとつながれている、交通の要衝である。マザーレ・シャリーフともいい、報道等では、マザーリ・シャリーフと表記されることが多い。 マザーアリ・シャリーフはヒンドゥークシュ山脈とアムダリア川の間に挟まれた平野部にある。アムダリア川の北側は中央アジアであり、この平野を通じてアフガニスタンの中に中央アジアが入り込むような地形になっている。この平野には古来からシルクロードやシルクロードからインドへ向かう街道が通っており、交通の要所として知られていた。 そのため街道を通じて様々な移民族が侵入して攻防を繰り返した。例えば紀元前4世紀にはアレクサンドロス3世が攻めてきてギリシャ人の街を作った。7世紀には中国からインドに向かう途中の現状三蔵が訪れた今しめ活国バルク国があったという。中世までこの平野の中心的な都市はバルフだった。一方、 東に2 0トルほど離れたマザーリ・シャリーフは、バフルの近郊に過ぎず、中世までは何もなかったようである。マザールとは、アラブ語で、訪れるべき場所、参詣すべき場所という意味である。イスラム教には、聖者、ワリーの母病、マザールを参詣する風習があり、マザーリ・シャリーフには、ハズラとアリー病が祀られている。アリーとは、アリー・イブンイコール・アビーイコール、ターリブのことである。 この人物はスンナ派の第四代政党カリフであり、シーヤ派の初代マームでもある。661年、アリーはイラクのナジャフにあるクーファの大モスクで暗殺された。遺体はその地に埋葬されたと一般には信じられている。しかし1135年頃、イラクから遠く離れたバルフ近郊のアルハイル村の住民たちが、アリーが夢枕に立つと、セルジューク町の領主のクマジュに訴えた。 領主が部下に夢の場所を掘らせてみると、アリーの遺体と証拠のレンガが見つかったので、領主は立派な病を立てて祀った。しかし、13世紀にモンゴル軍が襲来し地域が混乱したためか、墓の場所はわからなくなった。1480年頃、領主のフサインバイからのもとに、墓のありかを示す書物を持った人物が現れた。スルタンがその場所に行ってみると、 墓が見つかったので大いに喜び、立派な病を建てたという伝承がある。これが現在のブルーモスクの原型であり、マザーリ・シャリーフは信仰を集め、隣町のバルフに代わってこの地方の中心都市として発展した。18世紀、カンダ・ハールにドゥッダーニー・朝が起こり、マザーリ・シャリーフはその半島に組み込まれた。その後、ドゥッダーニー・は、 一族のバーラクザヤサに滅ぼされた。19世紀に入ると、ロシアの南下政策に対抗するために、イギリス軍がアフガニスタンへの侵駐を要求し、三次に渡って、アフガン戦争が勃発した。1839年に始まった第一次、アフガン戦争では、王子が活躍した。1878年に始まった第二次、アフガン戦争では、 国王のシールアリー・ハーンがカブルールを追われてバルフで死去した。王子や国王の墓はマザーリ・シャリーフのブルーモスクにあるという。またこの時代、マザーリ・シャリーフとバルフの中間に位置するカライジャンギ、英語、アライジャンギに西洋式の星型要塞が作られた。百七十九年にソビエト連邦がアフガニスタン侵攻を開始して首都カーブルを占拠すると、 国境のアム川に近いマザーリ・シャリーフの地は、ソ連の影響下に入り、ソ連のコントロール下にある、当時の政権政党アフガニスタン人民民主党に、従う新ソ派ウズベク人民兵組織の拠点となった。このウズベク人、民兵2万人の指導者に抜擢されたのが、ソ連で軍事訓練を受けた元技術者のアブル・ラシード・ドスタム将軍である。マザーリ・シャリーフのドスタム派は、 ムジャーヒディン諸勢力と戦って、ムジャーヒディン敵意を買ったが、ソ連崩壊後の1992年2月に、人民民主党を捨てて、ムジャーヒディン政権樹立に参加し、その後のアフガニスタン内戦では、ウズベキスタンの間接的支援を受けて、マザーリシャリーを中心に北部に拡挙を続けた。国内の他地域が疲弊する中、ドスタム率いるイスラム民族運動の支配下で、 マザーアリシャリフは平和を享受し、旧ソ連の中央アジア諸国やトルコとの政治的結びつきを固め、独自の紙幣が発行され、航空会社も運営された。しかし、1997年にドスタムの俗性であったアブデルマリク将軍の離反によって、マザーアリシャリフは騒乱状態となり、タリバーンに付き入る隙を与えることになった。 1997年5月から7月にかけて、ターリバーンは、マザーリシャリフの攻略にかかったが、作戦は失敗し、約2500人のターリバーンが、マリク将軍派とシーア派のハザーラ系民兵によって、虐殺された。ターリバーンは直ちに反抗し、1998年8月8日に、市外に再入場、続く6日間にわたって、ハザーラ系住民に、 降伏のため徹底的な虐殺を行った。国連の推定では5000人の死者が出たとされている。マザーリ・シャリフは陥落し、これを契機にパキスタンは、タリバーン政権の承認に積極的に乗り出した。しかし、タリバーンは、マザーリ・シャリーフのイラン総領事館を占拠し、外交官10人とジャーナリストを殺害した。このため、イランが国境地帯に軍を展開する事態となった。 911の後、マザーアリシャリーフは、アメリカが後演する北部同盟がアフガニスタンで陥落させた最初の都市になった。マザーアリシャリーフのターリバーンの敗北により、アフガニスタン北部の他地域や西部への道が開けた。2001年11月のマザーアリシャリーフの戦いの後、表向きには北部同盟が街を占領したが、11月9日から11月10日。 実際にはアメリカ軍の特殊部隊が合流しアメリカ空軍が支援した。報道によると12月というアメリカの地上部隊も虐殺の現場に居合わせたようであるアイルランドのドキュメンタリー映画がこれらの申し立てを調査しプロデューサーの動乱は国連の調査官たちが数千人の被害者の集団墓地を見つけたと主張している。報道によると ブッシュ政権はこの事件の調査を妨害したという。2002年を通じて指揮官が異なる民兵同士の小規模な衝突が続いたので国際連合の集中的な和平調停と小規模な武装解除プログラムに焦点が移った。2003年4月、町にアフガニスタン独立人権委員会の事務所が開設された。しかし北部のパシュトゥン人の市民が タジク人を中心とする他の民族グループに民族浄化されたと報道もあった。2002年にハーミド・カルザイ大統領が選出された後、町は徐々にカルザイ政権の支配下に置かれた。アフガン陸軍第209軍団、シャヒーンの基地はマザーリ・シャリーフにあり、アフガニスタン北部において軍事的な支援をしている。北部地域のアフガン国境警備隊の司令部も、 この町に置かれている。これらの治安部隊がいるにもかかわらず、ターリバーンの活動や部族長老の暗殺が報告されている。マザーリ・シャリーフの当局者によると、過去7年間でバルフ州の部族長老が20から30人暗殺されているという。背後に誰がいるのか確実な証拠はないが、犠牲者の大部分はグルブッディン・ヘクマティアールのに関係していると言われている。 アフガン政府を支援するために、NATO 主導の平和維持軍が街の中や周辺に展開している。ドイツが率いる国際治安支援部隊、イサフの北部方面軍は、マザーリ・シャリーフ国際空港に隣接するマーマル駐屯地にいる。2006年以来、マザーリ・シャリーフの地方復興チームの指揮官は、スウェーデンから派遣されている。部隊は、マーマル駐屯地の西1 0トルにある。 ノーザンライト駐屯地にいる。マーマル駐屯地の中には、ニダロス駐屯地があり、ラトビアやノルウェーの兵士と、ノルウェーのイサフ指揮官がいる。2011年4月1日、国連アフガニスタン支援ミッションの10人の職員が、怒り狂ったデモ隊によって殺害された。デモは、テリー・ジョーンズ牧師とエインサップ牧師が3月21日に、フロリダ州でした。 国際クルアーン焼却日に対して組織されたものだった。5人のネパール人とノルウェー人、ルーマニア人、スウェーデン人が殺害され、2人は斬首されたという。イスラム教の聖書を燃やしたアメリカ人牧師のテディ・ジョーンズは責任を否定した。バラク・オバマ大統領は、コーランを極度の不寛容と偏見的な行為として非難するとともに、デモ隊の 無法な攻撃を人類の品位と尊厳を侮辱した罪のない人々を虐殺し首を切ることを許す宗教はないし不名誉で嘆かわしい行動に正義はないと非難した上院院内総務のハリー・リードなどの合衆国の議員たちも焼却と暴動を非難した暴動は2011年7月までに最高潮に達した7月下旬 爆弾攻撃により死者が出た数日後、治安に対する不安が増大する中で、NATO 軍はマザーリ・シャリーフの管理を地元の軍隊に譲った。マザーリ・シャリーフの7分の6の地域はアフガンの支配下に移ったが、移行時期が政治的で、タリバーン兵士と戦うアフガン軍の能力も疑問だという批判があった。2013年6月、国際治安支援部隊は、 治安維持任務を完了した。北部地方に展開するドイツ軍も撤退作業を進めており、2014年末までにマザーリ・シャリーフから撤退する予定である。アフガニスタンの中央部は東西にヒンドゥークシュ山脈が走っており、大都市は山脈の周辺に点在している。首都カブールは山脈の南側にあり、マザーリ・シャリーフは北側にある。そのため、 両都市間の交通は標高3363メートルのサラン峠を越えなければならない。マザーアリシャリーフはウズベキスタンの国境に近くウズベキスタンと首都カブールをつなぐ交通の要衝でもある。アフガニスタンの幹線道路はアジアハイウェイの一部とみなされており、マザーアリシャリーフには76号線が走っている。 幹線道路を西に向かえば、アフガニスタン西部の都市ヘラートがあり、東に向かえば、山脈を越えて、首都カブールがある。北に向かえば、国境の町、ハイラターンがあり、アムザリア川を越えて、ウズベキスタンに至る。また、ハイラタン、RD と並行して、ウズベキスタンに向かう62号線も工事中のようで、ある。2011年12月。 マザーリ・シャリーフとハイラターンの間の鉄道が完成し、街はウズベキスタンと鉄道でつながった。これはアジア開発銀行が出資して建設したもので、ウズベキスタンの国営鉄道が運営している。鉄道はウズベキスタンからアフガニスタンイコールウズベキスタン有効橋を越えて、マザーリ・シャリーフ国際空港の近くまで伸びており、ここでトラックや飛行機に積み替えることができる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。